日本の証券取引所日本取引所グループ株式会社日本取引所グループは日本の会社東京証券取引所大阪取引所東京商品取引所等を参加に持つ持ち株会社である日本取引所グループや略称の JPX は同持ち株会社を指すほかその参加の会社等も含めた企業集団を指すこともある 本校では日本取引所自主規制法人についても記載する。共に独立して株式現物市場並びに金融デリバティブ市場の双方を運営、または参加としていた東京証券取引所グループと大阪証券取引所の2013年の経営統合により日本取引所グループの称号が用いられることとなった。 株式市場並びに金融デリバティブ市場はそれぞれ統合され、うち株式市場については経営統合時点で世界第3位の規模となった。統合後、かつての大阪証券取引所の一部事業を引き継いだ会社は大阪取引所という社名となった。2019年9月、商品デリバティブ等を扱う取引所である東京商品取引所の株式を 同年8月より開始した株式公開買い付けが成立したと発表。日本取引所自主規制法人は日本の法人。金融商品取引法に基づく自主規制法人という種別の法人である。当法人の会員は株式会社日本取引所グループのみであり、同社が当法人の議決権の100%を直接保有。主な業務を記載。ありがとうございます。